小田急線内の乗降客数4位、JR 東日本の中でも八王子に次ぐ54位。ここは神奈川県川崎市、上りと駅です。この駅が蒸気を逸している勢いで変わってるんですよね。見る限り特に何も変わってないように見えるって？魔境。元い22世紀はこの背後に広がっています。そろそろ後ろを向いてまだ見ぬ未来とご対面、と行きましょうか。はい。まあ見てすぐわかる通り、駅名標がドラえもんに侵食されています。ご丁寧に鈴までついています。ナンバリングもついているのですが、見事にドラ駅名標と同化してますね。まあ下手に目立つよりは。ドラえもんの脇にあるゴミ箱も侵略されていますね。そういや22世紀の自販機ってどうなってるんでしょうね。あの四次元ポケットを探って、いや、やめておきましょう。どっち方面か、ってものも侵略されています。ここまで来ると上りと駅がドラえもんに乗っ取られたのか、ドラえもんが上りと駅に乗っ取られたのかわからなくなるほどです。上りと駅を発車するリニューアル線形。電車も見送ったので、改札買いに行きましょうか。というか、ここにもドラえもんのキャラクターがいますね。改札買いに降りたら降りたでアンチパンを食べているドラえもんが。ロボットがその秘密道具使うし、どこでもドアもあります。いくら入りたくても、あれが液晶という現実は変えられません。ですが安心してください。ちゃんと入れるどこでもドアもあります。エレベーターだって？ごめんなさい、聞こえません。何やらホームという場所に行けるみたいですね。エレベーターですね、これ。さて、これまで小田急線上りと駅のドラえもんっぽさを見てきましたが、上りと駅には JR 線も通っているということを忘れてはいけません。というわけでこちら南武線上りと駅。こちらは見た感じは普通ですね。ただ本当に普通かは実際に見てみるまでわかりません。JR 側には小田急ほど派手な装飾はありませんでしたが、一方こちらは1番線。まあそういうわけで何かと変わり種な上りと駅でした。余談ですが、22世紀にも蕎麦は存在しているそうです。小田急上りと駅の改札内にあります。22世紀の人間はますます忙しくなることが見込まれるので、今後、蕎麦は優勢を極めていくことでしょう。ちなみにさっきのは適当に考えたことを喋っただけです。最後に、トップクラスでヤバかったベンチと共にお別れしましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。